はいどうも、趣ゼロの京都人セロリ高幸です。お願いします。というわけで今日もフットボールマネージャー2022シャルケでブンデスリーが優勝を目指すやっていきたいと思います。で、今日なんですけど、今日は DFB ポカールの決勝ライプツヒ戦をお届けしていきたいと思っております。で、まあ前節でブンデスリーガが全試合終わったということで、本当に今シーズンの試合ってここのライプツヒ戦のみなんよね。まあ今シーズンの記録っていう感じでブンデスリーガの順位表を総おさらいしていきたいなっていうのと、まあ他にもプレミアリーグ、セリエア、そしてラリーガとか四大リーグっていうところは注目すべきところやと思うし、そこら辺の順位表を見て来シーズンね、 CL の出場圏内を持っているのはどこのチームなのかとか、そこら辺と今シーズンの得点ランキング、アシストランキングなどなどいろいろ伝えていけたらなと思います。じゃあまずはここ DFB ポカル決勝のライプツヒ戦を見ていってもらえたらなと思います。じゃあライプツヒ戦をどうぞ。 DFB ポカル決勝、シャルケ VS ライプツヒのハイライトです。ドイツでの 23-24 年シーズン最後の試合はリーグ順位を2位で終えたシャルケと3位で終えたライプツヒが激突。どちらも CL 出場権を手にしているクラブのため、国際大会の切符をかけて戦うということはありませんが、タイトルを獲得しカップを掲げるのはどちらのクラブになるのでしょうか。前半33分、ライプツヒは中央でオルモとソボスライがパス交換、そして1列前のエンクンクに通してシュート、これはフェマセブ。後半8分、ライプツヒは左サイド深くでのスローインからオルモが受けて中へとクロスボール、これをモリバがヘッド、決まった。先制したのはライプツヒ。後半の立ち上がりといったタイミングにモリバが打点の高いヘディングシュートを決めて1対0リードを奪います。後半17分、ライプツヒはシャルケ陣内でボールをカットすると、そのままアンドレシルバに通していってシュート、決まった。見事なショートカウンター、エンクンクからアンドレシルバ、最後はエリア内で冷静にシュートを放ちネットを揺らして追加点、2対0とします。後半21分、シャルケは左サイドからルアンブリトーがドリブルで運んでいき、クロスボールキーパー弾いたところをセクコイトがシュート、決まった。2点目を奪われて万事休すかと思われたシャルケでしたが、エリア内でしっかりとゴールまで持っていったセクコイトがネットを揺らし2対1、試合を分からなくさせます。後半24分、シャルケは右サイドのムリッチから一度グラゲラに下げてダイレクト、これをセクコイタがシュート、ポストに嫌われます。そして試合終了、 DFB ポカール決勝、シャルケとライプツヒの白熱した戦いは2対1でライプツヒが勝利。ライプツヒは嬉しい今シーズン初タイトル、カップを掲げて喜びを分かち合っています。対してシャルケにとっては2年ぶりの決勝の舞台でしたが、またしても決勝での敗退、来シーズン以降でのタイトル獲得に期待がかかります。はい、というわけで DFB ポカールの決勝、ライプツヒとの対戦は2対1で敗戦ということで、いやー、また決勝の舞台で負けてしまったね。シャルケでは本当にタイトルが取れない。で、決勝の舞台で負けたんさ、1年目のシーズンやったね。まだブンデス2部やった時にボルシアメーヘングラッドバハと戦って、その時も負けたんよ。で、去年はね、確かドルトムントに早々に負けて頭の中に残ってなかったね。この試合中くらいに、そういえば俺ドルトムントに負けたよなと思ったから、ここのね、22年、23年シーズンを見返したら、2回戦でね、ドルトムントに負けてましたね。いやー、でも、本当にタイトルが取れないね。ブンデスは難しい。一応2部ではね、タイトル取ったけれども、1部に上がってからトップタイトルっていうのを取れてないし、まあ今回もタイトルを取るチャンスっていうのは、リーグ戦とユーロカップ、そして DFB ポカールってあったんやけれども、まあ、惜しいところまでは行くんやけどね、なかなか勝ちきれないっていうところがあるかな。本当に、今回こそはタイトル取れると思った選手層やったし、カップ戦くらいはいけるんじゃないかなと思っていた中でのこの敗戦、やっぱ悔しいね。というわけでね、まあ一応ね、2023-24 年シーズン、シャルケの3年目のシーズンの全試合が終わったんですけれども、ここでね、シャルケのシーズンレビューということで、まあどんな感じのシーズンを進んでいったのかっていうのを振り返るね、レビューを見ていきたいなと思います。まあここの軽い概要にも書いてあるけれども、全ての期待を裏切ってクラブ史上新たなページを開き、忘れられないシーズンとなったということで、まあ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 、元々が2部っていうところを考えたらすごくいい成績やったと思うけれども、クラブ史上新たなページっていうのはちょっと違うかなっていう感じやけれども、シーズンレビュー見ていきましょう。はい、まあ主な新加入選手っていうところやね、今シーズンでね、一番貢献したのはカッペリーニっていうところになってるね。で、次にボーグル、で、セクコイタ、マルティネス、ジョット、
った戦士、リキプッチということで、まあみんながみんなね、試合に出てたって言われると、ほとんどが出てた選手たちにはなってくるんやけれども、個人的にはカッペリーニ選手とセクコイダ選手、ここの二人は本当に頑張ってくれたなっていうのがあるし、まあマルティネス選手はね、ちょっと、ペーマン選手とカリウス選手っていういいキーパーが二人揃ってるから、なかなか出場機会には絡めてないものの、今後ね、まだ若い選手っていうこともあるから、来シーズン以降に期待していきたいなと思うし、ジョッタはね、前半戦は頑張ってたんやけれども、後半戦ちょっと苦しんだなっていうのがあったかな。で、まあ、ここの選手選手はね、途中加入ながらかなり活躍してくれてたと思うし、まあ、移籍に対する反応は C プラスやけれども、俺からしたらもう、B プラス A マイナスくらいはあるかなっていう感じやね。じゃあ次、一応シーズン結果見ていきましょう。はい、シーズン結果、最初のね、理事会の期待は上位半分やったんやけれども、最終順位は2位。まあ、チームが今シーズンブンデスリーガへの、まあ、チームが今シーズンブンデスリーガへの出場を通して、ユーロピアンチャンピオンカップ、まあ、CL やね。CL の出場権を獲得したことに大いに喜んでいると。まあ、本当に最後の最後にね、ガッと順位が上がったって感じやったし、65、64、63、これを見てもらっても本当に大混戦やったなっていうのがあるかな。で、まあ、記憶に残る場面ということで、まあ、最多得点勝利が DFB ポカールで5対0。まあこれは1回戦でね、地域リーグのチームと相手やったっていうのもあるから、かなりね、差が開いた試合やったし、記憶に残る試合、あー、セクコイダの4ゴールね。これはね、結構前半戦の試合やったけれども、覚えてるね。セクコイダはずっとゴール決めれてない中で、ここでゴール決めてきて、4ゴール、熱いなと思ったもんね。で、まあシーズンベストゴールは、シャルケ VS オリンピアコスのサラサール選手のゴールっていう感じらしいね。じゃあ次行きましょう。まあ今シーズンはチームのローテーションがそこそこあり、キープレイヤーがシーズンの結果に大きな役割を果たしたと。まあここで戦術とかを何使ってるか分かっちゃうんやね。今回はクリーンスレート使ってたんやけれども、昨シーズンはねゲーゲンプレス使ってて、まあ来シーズンはバーティカルティキタカで 4-3-3 を継続させるか、ちょっとフォーメーション維持って 4-2-3-1 にするかとか考えてるんやけれども、まだそこら辺は何も来シーズン始まるまでに考えていきたいなっていうのがあるかな。ただやっぱここの2センターバックはすごい強力やったね。オザンカバクとカッペリーニで、思った以上にね、マトンド選手が後半戦活躍してくれたし、もう最後は右サイド欠かせへん存在にはなったんじゃないかな。じゃあ表彰行きましょう。まあまあまあ、監督の受賞とか置いといて、ファン選出シーズン最優秀選手がオザンカバクで、若手選手もオザンカバク、24歳でシーズン最優秀若手取れるんや。シーズンベスト契約がカッペリーニ。だからもう本当に言ってた通り2センターバックがすごい印象的やったんやろうね。で、最多得点がセクコイタで23ゴール。最多アシストマトンド8アシスト。あ、意外と少ないんやね。2桁アシストしてる選手がいてもおかしくないかなと思ったけれども。で、最多マンオブザマッチもマトンド。で、まあ、評価点 7.2 でオザンカバク。パス成功率1位はグラギラ選手なんや。まあ、一応記録更新みたいな感じでね。個人最多得点と最多カード数と最速ゴールが更新されてるよって感じやね。ということで、まあ、シャルケのシーズンレビューでした。一応、ブンデスリーガ他のね、ゴールランキング、アシストランキングとかも見ていきたいなと思います。はい、ゴールランキングこんな感じですね。まあ、1位は34得点でレバンドフスキー選手。34試合で34得点。すごいよね。で、2位にチュラム。33試合で23ゴール。で、アディエミ22ゴール。で、アオニー20ゴール。で、セクコイタが17ゴールで続いてるって感じやね。まあ、トップ5に入れたんは良かったかなと思うし、ここのね、アオニー、アディエミ、テュラム、レバンドフスキー、ここら辺は本当にもうブンデスリーガではね、常連みたいな感じでゴールをどんどん奪っていってるし、ここ2人、アディエミとレバンドフスキーに関してはかなり苦しめられたなっていうのがすごくあるから、来シーズン以降もね、レバンドフスキー選手いると思うので、そこら辺ね、ゴールランキングをセクコイタが奪っていけるのかっていうところにも注目かなと思います。じゃあアシストの方見ていきましょう。アシストがホッヘンハイムのスティラー選手11アシストでトップですね。でバイエルンから2人、アルフォンソとキミヒが10アシストで2位で、さらにテュラム選手も10アシストということで、すごいね、ゴールランキングでも2位、アシストランキングでも2位、本当に素晴らしい成績を残してるね、このグラッドバッハのフォワードは。でまあ下の方とかも見ていくとね、結構バイエルンとかドルトムント、ここら辺がいろんな選手がアシストを取っていってるっていうのがあるかな。ムジアラ、マレン、ジョアマリオ、ベリンガムって感じか。でまあシャルケの選手はね、ラインナップ入ってこうへんかったけれども、まあドイツと日本のハーフアペルカンプシンタ選手が7アシストでギリギリランキングに入ってきてるっていうのが印象的かな。というわけで、まあいろいろね、得点ランキング、アシストランキングも見ていった
んですけれども、ブンデスリーガの順位表はね、広げてるけれども、前回のパートで結構話したっていうのと、さっきのね、シーズンレビューのところでも軽く見れてたっていうこともあるから、そこまで触れずに行きたいなと思っております。次は、プレミアリーグとか、リーガとか、そこら辺の順位表を見ていきたいなと思います。はい、じゃあまずは、イングランドプレミアリーグの順位表、こんな感じですね。1位がマンチェスターシティ、で、2位にリバプール、3位マンチェスターユナイテッド、4位チェルシー、5位にアーセナル、6位にバーンズリーが来てるね。バーンズリーちゃうわ、バーンリーか。すごいね。ここのバーンリーの6位はかなり下克上を上げたって感じやろうね。まあ、トッテナムとか10位で苦しんでるし、お金を持ってるニューカッスルとかも9位っていうところの中で、バーンリーが入ってきたのは印象的やね。で、今回4チーム、ここは CL 入っていくんやけれども、マンチェスターシティ、リバプール、マンチェスターユナイテッド、チェルシーっていう感じにはなったみたいやね。じゃあ次行きましょう。次が、はい、リーガエスパニョーラ、ラリーガですね。1位がレアルマドリード、勝ち点85。で、2位にバルセロナ、勝ち点82ということで、まあギリギリまで分からへんかったっていう感じかな。で、3位にアスレティックビルバオ、いいね。で、4位にアトレティコ、5位にレアルサンセバスティアン、で、6位セビージャ、7位にベティスが入ってきてるって感じやね。まあバレンシア、ビジャレアル、この辺が結構苦戦してるのが印象的かな。でも3強って言われてるね。アトレティコマドリードの間にビルバオが入ってきてるんはすごく印象的やし、同じ勝ち点75やけれども、得失点差で3位に上がったっていうのは、本当にサポーターからしたらすごく嬉しいことよね。ここもね、4チームが CL に入っていって、残りのここ3チームが EL って感じやね。じゃあ次行きましょう。次がセリエ A かな。はい、セリエ A 優勝したのは AC ミラン。勝ち点86。で、同じ勝ち点でユベントスなんやけれども、得失点差ね、40と60で、普通やったらミランが2位のはずなんやけれども、これはなんなんやろ、バグなんかな。まだイタリアシーズン終わってないんか。わ、申し訳ねえな。申し訳ないけれども、このままゴリ押しでいくわ。3位ローマ、4位インテル、5位ナポリ、6位アタランタ、7位ラツィオということで、まあ、3位以上は CL の出場権獲得してるんやけれども、残り1枠っていうのをアタランタ、ナポリ、インテルが争うって感じやね。まあ、最後の1試合でどう順位が変わっていくかっていうところにも注目やねんけれども、来シーズン CL に出た時にね、インテルかナポリかアタランタどこが入ってくるのかっていうところが4位の決め手にはなるんやろうね。いやー申し訳ないな。さっきまでね、試合が終わっていたと思ってたんで、一応ね、プレミアとかラリーガの方は全試合終わってたから、セリエ A も終わってるんかなと思ってた中で、まあ1試合残ってたっていうことで、本当にセリエ A のファンが見てたら悲しいとは思うんやけれども、申し訳ないで終わろっかな。というわけで、まあこんな感じでね、4大リーグの順位表を見ていきました。で、まあ次のパートはね、多分ここのね、こういうブンデスリーガとか、ユーロカップとか、DFB ポカールとか、この辺のね、全試合のゴールハイライトっていうのを、総集編にまとめた動画をね、投稿すると思うんやけれども、その次のパートの時に、新シーズンが始まるということになっております。まあ、間のね、期間でね、総集編を挟んで、その間にどんどんオフシーズンを進めていこうっていう魂胆なので、本当にね、このオフシーズンの間でいかに補強ができたり、放出選手を抑えられるかっていうところとか、来シーズンは使わへんやろうなっていう選手たちを新しいチームに移行させることができるかっていうのが鍵になってくると思うので、次の舞台はね、CL も入ってくるっていうこともあるから、ブンデスリーガー、そしてチャンピオンズリーグ、DFB ポカール、どこかで優勝はしたいなと思っております。というわけで、まあ今回もね、最後まで見てくださってありがとうございました。まあ DFB ポカール決勝はね、負けてしまったものの、本当にいい戦いを見せれたなと思うし、3年目もね、しっかりと終わらせることができたので、そこは良かったかなと思います。じゃあ今回はこれくらいで終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。